お前さ、何なのさっきから。いや、鳥な、この店の店長出せよ。おい、1円玉拾った、へへ、募金してやるぜ。よう船長、いい知らせと悪い知らせがある。なんて、ご覧の通りワープ装置は直ったよ。ただなぜかこの部品は余って、あらやだ、あなたのお肌石油足りてないわよ。どうして、どうして、あんまりだ、あんまりだ。ああ、ついに最初から名前とゼロ点が印刷されてる。お客さん、両手に花ですね。可愛くなくて草ですよ。今から避難訓練です。小さい家には決して入らず、黒いキャップの近くを通るときは必ずハンカチで鼻を押さえてくださいね。はい。いや、みんな、俺だ。背景は無色、俺は無色。それじゃ、いや、俺だ。豆腐は大豆でできてる。そいじゃ、いや、みんな、俺だ。裁判長は判決を下す、俺は判決で下す。それじゃ、いや、みんな、俺だ。いやじゃねえ。ついに仕事が決まった。いや、よみんな、わしじゃ。これはわしの家、わしが亡くなって家族は家。それじゃ出ていけ、悪魔。力が欲しいか。どうせ3人だけと言うんだ。いつもそうじゃないか。どうせ僕はのけものなんだろ。私はお前のこと1匹って数えてるけどな。しずちゃん、やっぱりあれを使っていたのか。残り全部もらっちゃえ。マフィアシティ今すぐダウンロード。おい、一緒に洗濯するなって言ったよな。ごめんホワイト。銀行はどこだ。いえ、あっちに交番があるので教えてくれると思いますよ。じゃあそこまで案内しろ。ママこれ何。考えちゃダメよ、たくさん飲みなさい。ひょっとしたら僕はこの家の本当の子じゃないんだ。どこかで拾われたんだ。拾ってくれた親に感謝だな。2かわいそう。また2。はい、130センチなんで、人権ないです。え、存在してはいけない生き物だ。まさか行けたら行くって言って本当に来たのか。何か不都合でも。うちも商売なんだ、チェンジはなしだよ。おい、いいか、落ち着け。そっちは火事じゃない、熱々のカップルだ。こんなに楽しい食事は初めてだ。なんだろう、真実に到達するのをやめてもらっていいですか。そこを右に曲がって、あっちです。それではここでハンドルを切ってください。ほー、人で切っちゃダメだから。マチュジュンさんは下のお名前は何ておっしゃるのかしら。これこれ、今の季節はこれしかないよね。はい、ちなみにこれって何ですか。それぞれ武器は持った。スモールライト、ショックガン、拳。そりゃあ私だって怖いわよ。でもこのまま独裁者に負けちゃうなんてあんまり惨めじゃない。独裁者は私だけで十分よ。のび太くん見なかった。のび太さん知らないわ。そうね、やはり立体映像かな。映像が映像なんちゃって。僕は非常に楽しかったな。激すぎさん、誰もいないわよ。ドラえもん、ドラえもん。はは、人の夢はもう終わりだよ。背中の傷は剣士の恥だ。俺3つぐらいついてるよ。来るな、ルビー。小島だよ。すいません、入ってますか。やばい、マジ漏れる。わしが出ましょう、すぐ戻ります。ご安心なすって。帰りたい。お客さん、毎日うちの店に来るけど私に気があるの。店員さん、毎日この店にいるけど休んでないの。コブはジャイアンに殴られたの。左足は犬に噛まれ、右膝は車に轢かれそうになって転んで。知らなかったわ、あなた働かなくても損害賠償だけできていけるわ。コロナが治ってから冷たいものを食べると歯が痛いんだ。虫歯だよ。コロナの後遺症かもしれない。虫歯だよ。ラブ食わえ。いてどこに行ってもグーグルマップのピンが刺さってくんじゃねえか。おいしいプリンも作ったの。もしよかったらのび太さんも殴っていい。今月からお家賃が上がったのよ。どうしてもお金が足りないの。自分の家を建てりゃいいのに、家賃なんか払わなくて済む。その前にうちが借家だったのは初めて知ったけどさ。お願いやめて、何でもするから。じゃあさっさと体重計に乗るんだ。先生、それで検査の結果ってどうだったんですか。いや、とても言いにくいんですが。はい、検査の結果、ガンが見つかりました。はい、ということでね、夏休みね、皆さんしっかり勉強もして、過ごすようにしてください。それでは私からの話は以上です。校長先生、ありがとうございました。それでは教頭先生。はい、皆さんね、教頭も話すんかい。やあみんな、俺だ。こいつは忍者、俺は陰キャ。それじゃ、やあみんな、俺だ。これは救急箱、俺はお払い箱。それじゃ、やあみんな、俺だ。俺は私だ。それじゃ、やあみんな、僕だ。誰だと思うかもしれないけど、僕だ。やあみんな、俺だ。俺は出番が多すぎた。お前は全て知りすぎた。それじゃ、おい待て、みんな、俺だ。アナゴ、
女子になる。磯野くんひどいじゃない。こんな顔でも生きてるのよ。なあ、今日学校休みじゃないか。気づかないか磯野、僕は先週も、いや去年も5年前も野球を誘っている。つまり時間軸がループしてるんだよ。マシオくん、なんかずっと井戸が映ってるぞ。貞子でございます。まだ息があったのか。先輩こそダメだ、息してない。また新しい新之助を探さなきゃ。ごちそうさま。さてと店員さん、あんた足には自信あるかい。野原ひろしさんですか。逮捕状が出てるんですよ。え、お揚げパン、これは大人気だったな。これ食品サンプルだ。のび太がジャイアンと喧嘩するんだって。ほんとかい。殺されちゃうぞ。おい、のび太、殺してやる。そんな生意気なことを言ってるなんて許せんね。でも一応セーブしといた方がいいよ。ほら、足元がお留守だよ。今テレビの音聞こえました。怖いね、この高さ。本当だよ、こんなに暑いんだから。これ以上の残業は帰って飛行機だろうが。クーがパーに勝てるわけねえだろうが。わ、トラファルガード、本当に切るやつがあるか。心配するな、シャンブルス。よくあるやつやん。もう止めましょうよ。うんちブリブリ。何やってんだお前。お、読んのか。何を願いした。誰とも被りませんように。マジかよ、俺と被ってんじゃん。時刻は午前3時。最悪だよこの赤ちゃん。早速ですが夜泣きしたいと思います。すみません、カワウソを助けてて面接に遅れ。あ、あの時の。お前かーい。座りなさい、わしがこの会社の会長じゃ。はい、オッケー。なかなか感じで出たよ。さすがみんな映画出てるだけあるね。出来すぎくん、早くカンペ用意して。あれ、途中でやめるの？どこへ行くの？全部片付けてから心置きなく遊ぼうよ。あ、何もこんな真っ昼間から風呂に入れなくても。そしてまた一度入ると長いんだから、いい加減に上がれよ。それ、音声も聞こえてるよ。あれ、言いませんでした？お前もな。バリカンって。騒ぐな、騒ぐと近所迷惑になるぞ。もう何もかもおしまいや。となるとこの部屋のドアはオートロック。カードキーがないと外からは勝手に入れない。そっち、窓は小さくベランダもないので。よく言えんね、窓が喋った。どけどけ、わしが最初に乗るんだ。やべ、知りません。クリキューは、大体何か食べてますね。犯罪者のほとんどが犯罪を犯しています。日本をジャパンに。あの、嘘つくのやめてもらっていいですか。嘘をついていません。作り話をしてるんです。中止を赤ちゃんやない。やめない。あの、あれですね、一緒じゃん。赤ちゃんみたいなベイビーですね。毎日をエビでパッと見てわかります。一目瞭然です。緑が優勢ですね。すもしもし、私の携帯どこにあるか知りません？最近私日本について考えていたんですよ。そしたらおぼろげながら浮かんできたんです。日本だからね。日本って日本一の国なんですよ。よかったら席を譲りますよ。あ、大丈夫大丈夫。その代わりあんた議席譲りなさいよ。アンチだ。俺がちょっとふざけてる。はいはい、とでも言うと思っていたのか、このマヌケが。あ、それってあなたの家族。もう喋るな、話が噛み合わねえ。さすがディオン、食べ放題で食べ残しを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。なんで怒ってるかわかる。え、何クイズ。さあ今日も盛り上がっていくぜ。ブンブンブン。思い出もありがとう。僕は母性に帰ります。はあ、俺って自分に厳しすぎたかな。人工知能持ってる。おじいちゃんがスイッチオンにしても動かない。おじいちゃんが。行こう。いいのか挨拶。いいんだ。俺シャンクス。サンこの帽子をお前にあげて。キザルの親分。そこに3匹のポケモンがおるじゃん。あらわ、赤犬、あれれ、青キジ、キザル。さあ好きなのを選べ。どちら様でしょうか。出前館です。いいやつやん。出前館。お前のものは、お前のものだろ。おい、これ見ろよ、そこの鍾乳石の先っぽ。なんてことするんだ。鍾乳石を取ったり傷つけたりすることは禁止なはずよ。地下水のわずかな滴りが何百年も何千年もかけて作ったんだよ。そうだよ、何万年もかかったんだぞ。かかったんだぞ。息子じゃなくない。立派に育ったな息子たち。これで恵まれない国の子供たちが幸せに暮らせると思うと。起きろ起きろ起きろ。
恋話しようって言ったじゃん。仕事中ですが下を履き忘れてたので帰ります。おい大丈夫か。パパが作ったご飯変な味がして食べられないよ。ダメよそんなこと言ったらパパが悲しいわよ。恐ろしく見つけにくいところにいるウォーリー、俺でなきゃ見逃しちゃうね。めっちゃいけるやん。予知しよう、君は80年後死ぬ。比類なき悪意と絶対に返せないほどの借金を携えてジャイロはゴンたちと同じ町にいた。俺の前に入ったらお前は返り血を浴びることになるぜ。リーチロン。